ロシアの軍事侵攻が続くウクライナではゼレンスキー大統領が強い求心力で国民を牽引してきましたがここにきて政治と軍の亀裂が見え隠れし欧米メディアから批判的な記事も出ていますアメリカなどに支援疲れが出ている中ロシアのプーチン大統領は来年3月の大統領選挙に向けてウクライナを政治的に揺さぶろうとしています 長期戦となろうとする中ウクライナとロシアの政治の状況について石川一陽専門解説員に聞きますよろしくお願いしますまずこの戦況のお全体的な状況ですねどうなっていますでしょうかはい。ロシアのプーチン大統領がウクライナへの軍事侵攻を始めてから1年8ヶ月余りウクライナ軍が反転攻勢を始めてから5ヶ月が過ぎましたはい 当初ウクライナ軍はロシア軍の防衛ラインを突破してクリミアへの強闘法を築けるとの楽観論もありましたがロシア軍の固い防御を突破するには至っていません一方ロシア軍も北東部や東部では逆に支配地域の拡大を試みていますがウクライナ軍に阻止されています今月イギリスの雑誌「エコノミスト」にウクライナ軍のザルジニー総司令官が 現代の人事戦と勝利の鍵という論文を発表しインタビューを元にした記事も掲載されウクライナの内外で大きな波紋を呼びましたザルジニー総司令官はゼレンスキー大統領とともにロシアの侵略への防衛戦争を指揮し国民の信頼の厚い司令官です波紋を広げた論文ということですがその中身はどうなっているんでしょうか はい、この中でザルジニー総司令官は戦線はお互いに残光に立てこもり地雷原を敷設する陣地線に移り戦線がこう着していることを認めたうえで戦争が長期化することはより多くの人的・物的な資源を持つロシアに有利になると危機感を示しました。 インタビュー記事の中では NATO の教科書通りには前進できなかったことやプーチン大統領が15万人もの戦死者を出しても戦争をやめようとしないことは誤算だったなどと率直に吐露しています。 そして強調しているのは現代の人事、陣地戦においてはどちらの国であろうと防御側が攻撃側よりもはるかに有利だという点ですつまり防御側はドローンなどで防攻撃側の動きを察知し精密誘導爆弾などで攻撃側を撃破することができるとしています逆に言えば塹壕や地雷原での防御を突破するのは難しいということです また、NATO の最新の兵器についても、ロシア軍も時間が経つと対応方法を身につけて、優位性が失われると指摘しています。ウクライナ側にも、ロシア側にも、膠着状態の打破は難しいということを率直に認めています。はい、ザルジニー総司令官は、ただ悲観論ではなく、現実を直視した上で、膠着を打破するための航空優勢の確保や地雷源の除去除去などで、 新新たな技術革新が必要だとしていますしかし、なぜこの時期にザルジニー司令官が論文とインタビューをイギリスの雑誌に発表したんでしたでょうか、まあ、一つは欧米に戦闘の状況を率直に伝え巨大な敵ロシアに勝つためには軍事支援が必要だと訴えることだったでしょう、はい、またゼレンスキー大統領と国民に戦争の状況は楽観できないと伝えるためだという見方もあります。 しかし大統領府のジョフカ副長官は総司令官の論文は侵略国のロシアを利するものだとウクライナのテレビで批判しました。またゼレンスキー大統領自身も異なる意見もあるだろう。しかし状況はこ着はしていない。私はこの点を強調したいと述べて戦況は膠着しているという見方を否定しました。 これまでも東部の要衝バフムトなどで限られた戦略戦力を優先度の高い戦域に集中して使いたいとする総司令官など軍とあくまで領土の死守と占領地の奪還を求める大統領の間で亀裂があるとの憶測がたびたび出ていました総司令官の論文が最高指揮官の大統領の許可を得ていないとは考えにくいのですが大統領と総司令官 あるいは政治指導部と軍の間で亀裂があるのではないかという見方も広がっていますゼレンスキー大統領にとっても厳しい状況ですね,そうですねただあのウクライナでは第二次大戦のソビエトの伝統に従うかのようにあのスタッフ化と呼ばれるですね軍最高司令部がゼレンスキー大統領の命令で政治と軍の指導部が参加する意思決定機関として 正式に設立されています。その点、プーチン大統領と軍指導部の意思決定過程が全く不透明なロシアよりははるかに透明性があるという点は指摘しておきます。その上でですね。世界の関心が中東情勢に移り、ウクライナへの関心が薄れることにゼレンスキー大統領は危機感を募らせています。 大統領に逆風となっているのは欧米メディアによる冷たいとも受け取れる記事が増えていることです象徴的なのは先月30日のアメリカの有力紙タイムの記事ですタイムは去年その年の人にゼレンスキー大統領を選びゼレンスキー大統領の指導力を称賛してきましたそのタイムが私のようにウクライナの勝利を信じる人は誰もいない というタイトルで孤独な大統領と大統領府内部の溝も描いた記事を掲載したのです大統領府はジャーナリスト個人の意見に過ぎないとして政権内部の溝を否定しましたがこの記事はウクライナ国内で大きな波紋を呼び起こ,起こしました波紋をさらに大きくしたのが大統領選挙をめぐる政権の揺れです大統領府長官の元顧問で今年1月までは選挙や政治状況について ウクライナ政府の見解を非公式に世界に発信する役割を担っていたアレストビッチ氏が大統領を独裁者と批判した上でウクライナの NATO 加,加盟を条件にロシアと停戦し占領されている領土は軍事的ではなく政治的な手段で取り戻すとするなどとして大統領選挙への立候補する意思を表明したのです。 元側近からのあからさまな批判と大統領選挙の実施を求められるのは初めてで<ん>選挙実施へのの憶測もその後続きましたウクライナの大統領選挙はいつなんでしょうかあのウクライナはロシアと同時期来年3月に大統領選挙が行われることになっていましたが、ええ、今、戦時下、戒厳令下であり法的には選挙はできず選挙延期が規定路線です。はい ゼレンスキー大統領は戦時下でもあり団結を優先すべきだとして大統領選挙の延期を改めて表明し当面議論に区切りをつけましたしかし国民の信を問わなくてよいのか大統領チームの中でも議論が行われていることは側近のポドリャク顧問も認めています。 大統領選挙をいつ行うのかゼレンスキー政権にとっては重い課題となるでしょうこの状況を利用しようとしているのがロシアのプーチン大統領です一連のマスメディアでの報道はすでにロシアは情報戦で最大限利用していますそもそも報道を含めたこうしたよさぶりの背後にモスクワがいるのではないか という警戒感もウクライナ側には出ていますロシアは大統領選挙を実施するのかそしてロシアの模惑が何でしょうかロシアは来年3月に大統領選挙を実施しますプーチン大統領は外交活動やさまざまな層との会合への出席演説などを活発に行い事実上大統領選挙への活動をスタートさせています 来月にもテレビを通じた国民との対話と記者会見を合同で行う見通しでこうした場で立候補の表明を公式に行うものとみられますロシアは一方的に併合を宣言したクリミアや東部南部の4州でも選挙を強行してロシア支配を宣伝しようとするでしょう プーチン大統領は自らは国民の圧倒的な信任を得たとして大統領選挙を延期せざるを得ないゼレンスキー大統領と対比し政治的な情報戦と圧力に利用してくるのは目に見えていますロシアに対する厳しい経済制裁も一定の効果はあるもののそれだけではロシアに戦争を断念させるには至っていませんエネルギー食料を中心としたロシアの経済力 そして武器弾薬ミサイル製造など軍需産業の力を過小評価することはできません二度目の冬が訪れウクライナとロシアの戦争は長期戦になろうとしていますゼレンスキー大統領はあなた方の武器で我々の兵士がロシアと戦うとアメリカなど支援国に述べています戦争は長期戦に入ろうとしてウクライナ国民の犠牲も増える中アメリカなど支援する側も ウクライナに有利な状況でどのように戦争を終結できるのか新たな戦略が求められていいるように思いますウクライナとロシアの政治の状況について石川一洋専門解説委員でした。